スズメのコビエパスポラムスクロビキアレイトムエルは稲科植物の一種である。日本では普通に見られる野草として扱われるのに対し、インドでは雑穀の一つとして栽培されている。なお、スズメのコビエを雑穀として見たときは、コドヤ、コドミレットやコドラと呼ばれることもある。スズメのヒエに似て、毛が少なくやや小作りな植物。 日本では山野に見られるものであり、雑草として生育することもないものである。しかし、インドでは稲栽培地での雑草として出現し、また、これを雑穀の一つとして栽培しており、コ土などと呼ばれる。これは、稲栽培に伴う雑草が栽培種に取り込まれた具体例とされることがある。食用、飼料用に使われるが、時に有毒で人や家畜に被害を与える。 他年生の総本。草丈は40から80センチメートル。保福枝はなく、茎は束状に生じるが、この時これらが一つの平面に並ぶ特徴がある。葉は平らで、長さ7から25センチメートル、幅は3から7ミリメートル、時に10ミリメートルになる。幼少の後部には、少数の毛があるが、ほとんどの葉は無毛。ただし最下部の幼心と幼少には、 多少の毛が見られることもある。下記は8から10月。家計はやや斜めに伸び上がり、先端近くに3から6本の房を出す。房はやや間を空け、左右交互に出る。主軸との分岐点に数本の長毛があるが、それ以外には無毛。房の軸仮面に小房を2列ないし3列に、隙間なくつける。小房は楕円型から東乱状楕円型で。 長さ2から2.5ミリメートル、単力色で普通は無毛。第一方 A はなく、第二方 A は、小ボと同大で軸側にあって膨らむ。第一小花の森 A も、同大で、扁平、3から5脈を持つ。第二小花の森 A は、角質で光沢があり、円が内に巻き、果実が熟すと褐色になって、果実を包んで落ちる。日本では、東海道異星の本州から四国。 九州、琉球列島に生える。国外では、旧世界の熱帯域、及びその周辺地域とオーストラリアに産する。これらの分布はいずれも、在来のもので、地化ではないようである。日本では、野外の草原やソリンに生える。やや湿ったところを好むとされる。ただし、日本以外での生育環境は、より多様である。インドでは、 下記のように栽培もされるが、同時に水田雑草として出現する系統もある。タイでは河川や泥湿地を覆うように広がるものもある。最もよく似ているのは、スズメのヒエで、全体的にも細部でもよく似ている。相違点としては全体に毛が多いことや、こぼが本種より大きいこと、それに第二小花が熟して黄色くなる点などが挙げられる。 本種のタイプ標本はインド産の栽培品をスウェーデンで栽培したものである。そのためもあり、形質の判断に混乱が見られ、分類上の混乱も見られた。長田は蒸気学名のもとに論じ、特に変種等については触れていない。また、本種のシノニムとして以下のものを挙げている。ユーリストは本種の学名について、講義では冒頭のものを認め、 競技では、P、スコービキアレイトムバリエーション、オービキアレアとしている。ノーシングスリーシャンタリノータイでは、以下の2つをシノニムとして挙げている。その上で、彼らは、タイ産の本種を以下のような編集に分けている。これによると、日本産のものは、バリエーション、コマーソニーであり、それ以外の編集はいずれも熱帯域に分布を持つ。日本では雑草にすらならない。 野生植物である。熱帯域では農地に出現する例もあり、インドでは特に水田雑草として出現する。収穫されたこと。さらに、インドでは雑穀として、この種を栽培する地域があり、これを、コドコドあるいはコドミレットコドミレットあるいはコドラ、コドラと呼ぶ。この種を雑穀として栽培するのは、世界でこの地域だけである。コドは、主に、インド南部、 頭部で栽培され、非常に痩せた土地、軽い土壌でも栽培できる。食用とする場合、まず A がついたままのものを短時間水にし、それを乾燥させるというパーボイルド加工が行われ、その後に水飯か、おねりを作って供される。こどは少なくとも3000年前には、ラジャスターン州やマハーラーシュトラ州で栽培が始まっていたことが遺跡からの出土により確認されている。 現在では、北は、ウッタルプラデシュやバングラデシュから、南は、ケーララやタミルなどにわたる地域で栽培されている。それらの地域では他に、ベイングを、ハラカ、アラカルとも呼ばれる。小粒の雑穀の中では、この種は、面積あたりの収穫量が最も大きい。3から4ヶ月で成熟に達する。ことは毎年定期的に栽培されるものではなく、 例えばこの種を栽培するインドカルナカタ州の農家では、複数の雑穀を常に所有しており、その年の降水状況に応じて栽培する雑穀の種を決めるという。本種は、水田からより乾燥に強い雑穀の条件の間の範囲で栽培が行われている。この種が栽培植物になった経緯としては、これが元来は稲栽培に付随する雑草であり、 そのような雑草に見られることがある稲への擬体を経て栽培されるに至ったとの考えがある。上記のように、この種はインドにおいて現在でも単なる雑草、あるいは稲栽培の雑種として生育している。これらについて調べたところ、稲随伴雑草の方が単なる雑草型と栽培型の中間的な形態を示し、この仮説を支持する。 栽培の期限については単一の発生があって、伝播したとする説と複数箇所で独自に成立したとする説がある。子供からと葉は毒性を持つことがあり、これは往々にして多量の降雨によって起きると言われた。そのような場合、国流を一年以上にわたって慎重に保存する、あるいは一晩の間水牛の糞の中に置くなどの方法で毒消しをした後で脱穀し、茹でて、 上わみを処分した後に食べる。このように貧困地域では消費されている。この毒性のある穀物をうっかり食しても、区別できるような特別な味はなく、数時間後に寝いる。震え、目が眩むなど、個人によって様々な症状が出る。このような症状は1から3日続き、その後は完全に回復する。嘔吐や、潜痛も時に現れる。牛ではより重篤で、 古江山大聖経攣、昏睡から時には死に至る。この症状は時にコズアポイズニングと呼ばれる。原因については未だに確実な判断は出ていないが、一説には一部の、コウジカビが生産するマイコトキシンの一つである、シクロピアゾン酸ではないかとされる。この穀物には、コウジカビ属のアスペルギルスタマリーとエーフラブスが感染することが知られており、 この2種ともに CPA を生産することが知られる。記載は、種として、長田 P594 長田 P594 これについては、具体的な言及は確認していないが、長田や八島では、島ズメの冷えや立ちズメの冷えについては、気化による分布域については区別して述べており、この種については、そのような言及がない。他の時間でも気化に関する記述がない。 長田、P594 石川ハットノーシングスリー&シリーーシリー、シャンタリノータイ、長田、P594 長田、P594 ノーシングスリー&、シャンタリノータイ、P115 ハット石川ハット石川坂本 P287 ハットスブロマニアン、AA トール石川ハット石川この章ここまで、ビデイ、ハットラオフサインハットチャンエトール、P79 ありがとうございます。